アフターコロニー、それは人が宇宙に住み始めた時代。地球から巣立った人類は宇宙コロニーでの生活に新たな希望を求めていた。しかし紛争解決を名目に発足した地球圏統一連合は、正義と平和の名のもとに部隊を派遣。その圧倒的な軍事力で各コロニーを制圧し、以後地球圏では連合の策略による紛争が誘発することとなった。そしてアフターコロニー195年4月7日、連合作戦名を流星に偽だが、コロニーの平和を託された運命、その軌跡を目撃する。哀れな奴らだ。もらった。動きが読まれたか。任務失敗。俺のミスだ。哀れな奴らだ。そこだ。これが敵の実力なのか。
こんなバカな。戦闘終了。次のターゲットを選定する。第二傷が。
私じゃ。よし、敵を撃破したぞ。